なんか超今更感漂ってる話題なんやけど、はい、熊田曜子といる。あ、いますね。熊田曜子が不倫してるしてないだの、なんかそんな話があるような、あんま興味がないんだけど、はい、でそれで思ったことがあって、はい、まあなんか旦那がさ、はいはい、言ったらなんちゅうの、大人のおもちゃ、いわゆる熊田曜子のバッグに入ってた大人のおもちゃをについている DNA を鑑定して、それは別の男の DNA だみたいなことまでして、浮気だっつうことを突きつけてるみたいな話を聞いたんやけどな。結構気持ち悪い話なんやけど、でも何が言いたかっつうと、そういうなんかあって、まあ、両方どっちにしろよ、男が浮気してようが女が浮気してようが、あ、なんかこいつ浮気してんちゃうって思った時で絶対浮気してるよな、うん、なあ、それが違うなんてことはあんのかなっていう。あとは証拠抑えるか抑えへんかだけの話で、うん、よくなんか真剣なドラマでさ、なんか、コメディ夫婦ものみたいなドラマでさ、なんか旦那のなんとかくんが浮気してるかもしんないって嫁が騒ぎ出して、友達に相談して、ちょっと私がなんとかくんの後をつけてみるとか言ってつけてみたら女の人と会ってんねん、なんとかくんが。で嫁の方来て、なんとかくんが女の人と会ってたよとか言って大騒ぎになって、結局どんなオチやったかっていうと、実は嫁の誕生日が近くて、その旦那のなんとかくんが嫁に手作りのプレゼントを作るために、その女の人である先生である女の人のなんかなんとか教室、手芸教室かなんかに通ってて、プレゼントをせっせと作っていました、ちゃんちゃんみたいなオチあるんですよ、ベタな。それはドラマの中の話でさ、ドラマだけや、そんな浮気を疑って浮気じゃなかったなんてことは、そんなもん浮気疑って疑わされた、浮気を疑う要素が出てきたら、そんなもん浮気やわな、ほぼ 100% 浮気やわなっていう、何のオチもないそれだけの話なんだけどだから熊田曜子も浮気じゃないとか言って否定してるみたいやけど、浮気やろそんなもんなどう考えてもよ旦那がそこまでして証拠まで取ってんやから、言い逃れなんてできひんよなっていうだけのお話でした。以上です。